は朝早くから太陽が昇って、外が明るくなって、一日が長く感じて嬉しいなって思ってたけど、楽しいとあっという間だね。今日はね、日付が変わってすぐに、ようちゃんとりこちゃんからお誕生日おめでとうってメッセージが届いたんだよ。ライブがあるからみんな忘れてるかもって思ってたけど、ちゃんと覚えててくれてすっごく嬉しかったんだ。もう、忘れるわけない？そうだよね。リコちゃんにも同じこと言われちゃった。メッセージが届いた後に窓を開けてみたら、リコちゃんの部屋の電気がまだついていたから、声かけちゃったんだよね。夜だし、そーっとありがとうって伝えただけなんだけど、リコちゃんが気がついてくれて。改めて、お誕生日おめでとうって言ってくれたんだ。ライブの後にサプライズでバースデーソングを演奏してくれたのも嬉しかったな。考えてみれば、私もみんなの誕生日を忘れるわけないんだから、みんなも同じ思いでいてくれたってことだよね。誕生日にライブもできて、みんなにもお祝いしてもらえるなんて、本当に幸せ者だな。さっきまで誕生日がもうすぐ終わっちゃうって思ってたけど、よく考えたら夜はまだこれからだもんね。もっと楽しい一日にしよう。